はは。い、こんばんば、えー、本日この回はですね、えー、松本事件についてですね、えー、我々は日本的な観点からですね、いろいろと論じたりですね、まあ批判た、批判したりしているわけですけども、えー、これ、海外から見たらですね、どういうふうにです、ねえー、この事件、映るんだろうかということをですね、考えてみたいと思うんですね。でですね、これね、えー、フランスですね。 フランスの方でですね、えー、かなり報じられてるっていうんですね。でね、えー、このことがですね、えー、民歌舞というサイトでですね、えー、このフランスの哲学者の方がですね、それを紹介してくれてるんですね。えー、っとね、えー、このですね、フランスで大きく報じられていてですね、そしてね、えー とこのフランスでは、ですね、この芸能事務所がこの所属タレントですね、それをね、吉本興業のようにこういうふうにです、ねまあ、一生懸命、まあ、庇護していると,ということはないというんですね、まあ、そこら辺が非常に、ね、日本的だという、ね、ことらしいんですけども、まあ、このことをですね、この記事をですね、中心にですね、ちょっとね、紹介して考えてみたいと思うんですね。 えとまずね、この記事ですね。これは26日、本日のね、本日の民株というね、サイトですねで。これ紹介してくれるのはですね、紹介して、えー、くれたのは、えー、フランス哲学者のですね、福田一さんという人なんですね。福田一さんですね。えー、この方はね、まあ、哲学者でですね、えー、っとこの民歌部に掲載されているこの略歴を紹介しますとですね、 フランス国立レンヌ第一大学哲学科博士課程にて DEA を取得とあるんですね。えっ、ー、と僕もねこのフランスのこの学位についてはねあの全然詳しくないんですけども DEA というのはですねこの博士課程ですねこの博士というねこの学位を取るですね一歩手前の学位らしいですねどうもね。 えー、そして今ですね、えー、フランスの、えー、国立レンヌ大学であるとか、あるいはフランス国立応用科学院で講師を務めていると,というようなことですね。まあ、非常に優秀な方なんでしょうね。えー、なんか、関東ですか、関東であるとかですね、まあ、現代フランス思想ですね、まあ、そういったことを教えられているみたいですね、うん。非常に優秀な方みたいですね。 で、この、えー、福田一さんがですね、えー、いろいろとね、このフランスにおける考え方とかですね、いろいろですね、教えてくれてるんですよ。まずね、一番最初ね、あの一つのジョークから始めてるんですね。どういうジョークかというと、えー、好きな人と路上で偶然遭遇したら、運命の出会いであると。だけど、嫌いな人と遭遇したら、あストーカーと会った。 っていいうううね、そういうジョーク <laughs> と,いうことですよ、ね、まあこれはねあの誰しもがねあのピンとくるねあの話だと思うんですよね、うん。これ同じようなことでもですねこの偶然ね偶然会ってですね、えー、会った人でもですねそれがねものすごい何て言うかな好意を抱いていた人でいる人であれば「あ運命の王子様にまた出会ってしまった」みたいなね ことがあるかもしれないけども、これがね、えー、全然嫌いな人であれば、あ、あのストーカーがまた私をつけ狙ってるみたいなね、そんなようなことになるかもしれませんよね。うん、これはもうどうしても仕方のないことですよね。これはもううんふうんというかね、うん。そしてね、えー、この福田さんがね、あのー、例として挙げてるのは、例えばね、前に流行ったのがこの壁ドンっていうのがあったじゃないですか。ね。 この壁にドンとこういうふうにねあの手をついてですね、まあ、そしてこの女性にね何て言うかないろいろこう、えー、告白するみたいなですねそういうようなことが流行ったんだけどもこれはですね何て言うかな男性と女性の間にこの合意があるとかですねあるいは女性も男性のことを非常に好んでいるとかそういうことであれば、まあ、そういう関係は成り立つんだけども これがですね、全然その、そういう行為も何も抱いていないね、人であった場合はですね、これはもう、えー、大変な問題になっちゃうじゃないですか。ね。うん。これ下手したら、もうそれだけで、暴行罪の構成要件になるということなんですよね。うん。まあこれもね、言ってみ、いわゆる、運不運ですよね。うん。それからね、 よくこのテレビドラマなんかであるですね、この男性が女性のねに対してこのキスを奪うっていうですね、そういうシーンですね、まあ、この不意打ちのね愛の行為ですね、まあ、これは非常にね、えー、お互いが、えーまあ、ほのかな合意があってですね、そして好意を寄せ合っている同士であれば、非常にロマンティックなですねモチーフになるということなんですね。だけども それがですね、さっき言ったようにですね、全然そういうね、合意も何もなければですね、もうこれは大変。えー、これはね、一歩間違えれば、暴行罪よりももっと重いですね、強制わいせつ罪、これが適用される可能性があるということなんですよね。うん、これはもうね、これはみんなまあ、なんていうかな、まあ、わかっていることですよね。これはね。うん、まあ、そういうようなことがまずあるというね、ことなんですよ。ね。 うん、そしてそういう観点でね、こう、松本さんのこの事件ですね、これをまあ見てみなければいけないということなんですよね。うん、そしてね、えー、福田さんによれば、このフランスではですね、この松本事件ね、結構報道されてるんですよ。例えば、えー、フランスのこの有力紙、まあ、高級紙ですね、このフィガロですね、これがね、えー、今年の1月9日ですね、えー、っとね、 日本のお笑い芸人松本人志が、えー、そういう暴行容疑という、ね、見出しの記事を掲載したということなんですよ。でねこれ福田さんが、ね、翻訳してくれ,、えー、くれているんでそれをちょっと長めなんだけどもちょっと引用してねフィガノの記事をですね、えー、引用してみたいと思うんですね。フランスではこういうふうに報道されてるんですよ。日本では極めて評価の高いその芸人は2人の女性によって告発されている。 彼女たちは私的な夜会の際、えーえー、そういう性的に攻撃されようとした松本人志はこの件を否定彼女たちの非難を根拠がないと一蹴している「週刊文春」文春が発表した記事によると二人の女性はお笑い芸人で映画監督の松本人志が2015年東京のあるホテル内で行われた私的な夜会の際同意なき えー、そういう関係を彼女らに強要したと告白している「えー、争うつもりです」「そうした主張に根拠はありませんから」と松本は X に書き込んだ月曜日松本の事務所は松本が自分の弁護に専念するためにあらゆる芸能活動を中止する旨を発表したということなんですねそして この文集の紹介をちょっと書いてですねそしてこのジャニーズ事務所の、ね、問題とか、まあ、そういうこともスクープした雑誌であると,ということを紹介して、まあ、こういうふうに言ってですねえー、っと「世界的な MeToo 運動が日本で拡大するまでには時間を要しただから多くの被害者たちが被害の公表を恐れるあまり踏み切れないでいるのかもしれない」とはいえ最近話題になったいくつかの事件は ジャニーズ事件とかそういうことですね、えー。自覚を促す引き金になったように思われる。まあこれは確かにね、あのー、文集の記事を読む限りですね、このエイコさんはね、このジャニーズ事件をね、ずっと見ていて、えー、そのね、経緯を見ていてで、みんなね、勇気あるね、告発をね、えー、しているんでですね、あのー、それに励まされて、自分もこれを告発しなければ、えー、また被害者が出てしまう。 うに違いないということで立ち上がったということをね、まあ、えこさんは言っているわけですけども、まあそのことをね、指摘しているわけですね、このフィガロ、フィガロもですね。うん。で、このフィガロはですね、ねえー、日本でね、多くのね、そういうね、えー、暴行の犠牲者が今まで泣き寝入りしてきたね、原因の一つはですね、やっぱりミートゥー運動ですね。これがね、日本で、えー、やっぱりね、 えミーツ運動が拡大あまりしていないと。拡大するのが遅いと、えー。ということが原因になっているんだ。というね、分析をしているということなんですね。うん。ね、だから、ミーツ運動ってのはね、まあ、要するに簡単に言ったらですね、えー、まあ、SNS とかね、えー、この、とかでですね、このセクハラであるとか、あるいはね、そういう暴行ですね、えー、そういうね、犯罪被害の体験ね。 これをね、まあ、告白したりね、共有したりするですね、そういう運動のことを言うわけですよね。うん。これはね、まずアメリカでね、えー、ワインスタイン事件ですね、これ何度か紹介しましたけどね、それがきっかけになって、アメリカ、それから世界中に広がったわけですよね。うん。つまり日本ではね、やっぱりね、それがね、あの拡大してないということなんですよね。うん。そういうことなんですよ。そしてね、 えー、やっぱりねこの福田さんがねこう言ってるんだけども、えー、やっぱりそういう被害者のですねこのその告白ですねこれはねやっぱりねあの同、ー、情を買うっていうかなまあそれを応援するというよりもむしろまだ日本ではですねそれを告白したこの家族ですね告白した人の家族とかでねそういうね 家族をですねまあ、えー、非常にね周りの周りのね周りからの好奇の目にさらしてね、えー、社会的なですね一層の不利益を誘発する恐れがあるということなんですね。そしてさらには、えー、その原因というのはねこれ女性に問題があるんだ女性が不注意だ女性がそういうね、えー、会合にね、えー、行くなんてもうそれもそもそれがね あの全然、警戒が足りてない。女性の方にむしろ問題があるんだ。というようなね、非常にトンチンのことを、トンチン感のことを言われて、えー、白目で見られると。そういう風潮がね、やっぱりね、すごく残ってるんですね。なので、日本では、やっぱり立ち上がる人がね、少ないというんですよね。うん。これはね、まさにね、えー、この松本事件を見ててもそうじゃないですか。ね。 松本さんを弁護する側の人たちはねとにかく女性をですね女性に原因があるんだということをとに,とにかく言ってるんですよ。そしてねあのー、このことについてですね、あのー、実名顔出しでね、えー、告発したですね大塚理香さんであるとかですねあるいは最近ではねあのこの「フライデー」の方でね、えー、そういう何て言うかな、えー、2020年代にそういう経験をね し、えー、しましたと2020年代じゃない20年ぐらい前にね松本さんからそういう経験をしましたとえつまりね最終的にそういうところまではいかなかったけども、えー、そういうねお誘いを受けてねそういうことがありましたとおいうことをね告白した人いましたよねでそういうことについてねこの女性に原因があるんだっていうですねえそういうなんていうかな あの風潮がねいまだにね根強いんですよね、うん。非常に根強いんですよ。うん、これはねやっぱりね日本に老孤としてあるんですねこういう見方がね,、うん、ね。そしてもう一つ福田さんが挙げているのはねやっぱり、えー、そういうね社会的風潮に加えてですよ、まあ、とりわけね 芸能界におけるね、そういうね、虐待というのは、えー、これ加害者自身、あるいはね、えー、その加害者の背後に大きな権力があるんですよね。加害者の背後に。えー、つまりこれどういうことかというと、まあ、吉本興業であるとかね、あるいは電通であるとかですね、あるいは放送会社であるとかですね、ねまあ、そういうところに過剰な忖度をすると。 ということですね。マスコミがね、メディアが。そしてその事実をむしろ表面化させることを恐れてきた。というようなことを指摘してるんですね。うん。まあそういうことも芸能界においてはあるわけなんですよ。だからそういうですね、事件がね、これまで伏せられてきたんですよね。うん。そういう風潮があるんですよ。つまり日本ではね、社会的にそういうですね、非常に封建的な風潮がある。つまり女性がむしろ悪いんじゃないかっていうね。 そういういあるそれに加えて、えー、この特に芸能界においてはですね、えーまあ、電通であるとかね吉本興業であるとかね、まあ、そういうところに忖度する空気がね非常に根強いということでそういうことが抑えられてきたということなんですね。うん、なのでね日本は、えー、このなんていうかな アメリカとかこの、ね、フランスを中心とするねヨーロッパであるとかねこのミーツ運動に関してはねもう1週遅れ2週遅れ3週遅れなんですよねうんだからねこれ、えー、ね福田さんはね面白い事例をね紹介しているんだけどももうフランスではですねフランスではむしろですね反対にねこの反ミーツ運動っていうのも起きてるっていうんですよね うんまあ、どういうことかというとね、えー、これはね、フランスの非常に有名な、ね、世界的な女優ね、カトリーヌ・ドヌーブですね。カトリーヌ・ドヌーブを代表とするね、100人の女性たちが、反・ミートゥー運動の声明をね、あのー、出したっていうんですよね。うんえー、これ、どういう声明かというとね、私たちは、そういうです、ねまあ、男女間のことについてね、えー、自由な、不可欠な、しつこく言い寄る自由を擁護しますと。 しつこく言い寄る自由っていうのはね、ちょっとね、変なあ、ね、日本語なんですけども、まあ要するにね、えー、要は、えー、これね、えー、なんていうかな、えー、やっぱり男女の中においてはね、やっぱり、えー、男性と女性がいて、男性がこう言い寄ると、ね、そういうところ,ところで、まあ、男女の中っていうのはできてくるんじゃないかと。でそういう自由もね、奪っちゃったら、もう男女間は成り立たないだろうと。 まあ、えそういう極端な話そういう話ですよね。うんえー、でそれをねあの告発、ね、いちいち告発されたりしたらですね、えー、これあまりにこの社会的にですね男性が非常に困った立場に置かれちゃうじゃないかということですね。うん、それはあまりに請求な正義なんじゃないかということですね。そういうねあのー、問題提起もされてるんですよ。 まあこれも分かりますよね。<laughs> これも分かりますよね。うん、これも分かります、うん。つまりカトリードヌーブが擁護しているのは、この恋愛の駆け引きの自由なんですよね。恋愛の駆け引きの自由。まあ、これはあるじゃないですか。ねうん、でも男性が女性にね、言、まあ、い寄るというか、まあ、要するに、まあ、申し込むというかね、あのーまあ、告白というかね、簡単に言ったら、そういう自由は当然ありますよね。 うん、だってえ言葉を経ない限りね何一つ分からないわけですから男性が女性にねえそういうふうに告白するそして急にね告白するのもねちょっとね変な人なんじゃないかなんて思われるのもなんだからやっぱり普段から、えー、この何て言うかなあのー、このコミュニケートを保つということですねまあそういうことも心がけてえそして自然にその告白するということがありますよね。だけど これがね、一番最初に言ったようにですね、えー、この好意を持っている人からね、そういうふうにですね、常にコミュニケートをね、されたら、あ運命の王子様が、いよいよ私の前になんていうふうに思うかもしれないけども、全然そういうふうにね、思わないですね、えー、むしろあまり好きじゃないというふうな、風なですね、男性がね、そういうふうに常にコミュニケートを取ってくるとかね、そういうことがあったら、 うんあの人本当にストーカーだなというふうに思われちゃうかもしれない。でもね、そのストーカーだなと思われちゃった、思われちゃってですね、それで告発されたらもうたまんないじゃないですか。ね。でそれはやりすぎでしょうと。ということをね、まあ、カトリン・ドルヌーブを中心とするね人たちは、まあ、言いたいわけなんですよ。ね。うん。そしてそういうことに関してね、この哲学者のね、哲学者の福田めさんは、要するに、 この男性がね、まあ、女性に、えー、このね、まあ、言い寄るというか告白したりするね、まあ、一つの誘惑っていうかな、えー、誘惑ですよね一言で言えばねそういう誘惑は一種の危険な賭けであるとというようなことをね、えー、ことを書いているんですね、うん、でね、まあ、こういうふうに書いてるんですよ誘惑が賭けである以上そこには敗北もあるとね しかしながら敗北者が完膚なきまでに求断され、生活の糧まで奪われるような風潮はちょっとまずいだろうと。そう、それをね、カトリーニ・ドゥルームが言っているんだと。ね。カトリーニ・ドゥルームたちはそれについて、まあ、社会に最高を促しているんだと。ということですね。まあ、これはね、本当その通りだと思いますよね。うん。本当にその通りだと思いますよ。 これはね、もしねあの、本当にそうなったらね、男女感なんて成り立たなくなっちゃいますよね。うん、ねだから行き過ぎは良くないですよね。うん、そしてね、福田さんをね、こういう風にね、えー、書いているんですよ。仮にフランスで松本,ひ松本人志が私的な夜会に集まった女性たちに、そういうね、えーまあ、接待を要求していたらどうだっただろうかと想像してしまう。 ベッドルームで展開されたのが松本からの誘惑なのか、教養なのか、脅迫なのか、それはわからない。しかし、いずれにせよ彼が賭けに負けたのではないか。そうであるなら、彼ができることはただ一つ。その場で女性にひたすら許しを請うしかない。というね、ことなんですよね。これは、先ほど説明したようにですね、この MeToo 運動はね、行き過ぎてもいけない。 やっぱりこの、まあ、誘惑っていうかね、まあ、女性に対して、えー、そういう告白をする、ねえー、時間、場所というのもありますよね。うん、だけど、松本さんはですね、えー、そういうふうな賭けですね、これ無意思の賭けですけどもね、その賭けに負けたんだと、ねで。そうであるなら、この松本さんにできることは、負けたときできることはただ一つ、その場で女性にひたすら許しを請うしかない。 まあ、謝るしかないということですよね。いや、申し訳なかったと。ね。うん。いや、その、僕はちょっと勘違いしていました。ね。うん。あの、勘違いしていましたので、まあ、あとはね、みんなで、えー、ね。<laughs> 楽しくちょっとお酒を飲んで、それで解散しようじゃありませんか。というようなことでね、えー。というようなことだったらよかったんだけども、ね。 まあ福田さんはそこまで書いてないけどもね。うん。だけど松本さんのやったことは全く真反対でですね。<laughs> ね。真反対でベッドに引きずり込んでね。そして、<laughs> えー、せめて手でとかね、せめて口でとかね、<laughs> やってるわけでしょ。<laughs> これはもう犯罪じゃないですか。<laughs> ね。うん。ね。福田さんはそこまで書いてないけども、まあそういうことになりますよね。うん。そしてね、えー、この福田さんをですね、 もう一つ紹介していて、えー、去年の12月28日ね、えー、これね、ラジオフランスが日本の MeToo 時代と題して、松本人志さんの事件を,を報道してるんですよ。ね、これ週刊文春の記事が、えー、出たのはね、12月27日ですから、その翌日のニュースですよ。なのでね、このラジオフランス、すごいね、 すごい素早い、ね、対応だったんですよね。うん。そしてね、えー、そのラジオフランスのニュースで、えー、強調されていたのはね、やっぱりこの吉本興業のこの姿勢というのが、ね、理解できないというようなことだったんですね。でどういうことかというと、えー、吉本興業はね、松本さんを徹底的に擁護していたんですよ。そして、 えー「週刊文春」のこの記事について、まあ、熾烈に攻撃していたということなんですね。だけどこれはフランスのねこの常識として考えれば「ね、フラ,ンスラジオフランス」が言うには「タレント事務所がこういう案件の前面に出てくるというのは極めて驚くべきことだと」とというふうにコメントをした,したということなんですよね。うん えー、これがねあのフランスから見ればですね非常にね何て言うかな非常にめず珍しいというかもの珍しいというか非常にキーに映るんですよ。ね。うん。キーに映る、えーこう。こういうふうに書いてるんですね福田さんはね。フランス人ニュースキャスターたちにとって黒を白と言い狂めてでも所属タレントを必死に守ろうとする芸能事務所の姿勢。 そして番組制作を存続させるために芸能事務所に忖度するテレビ局の姿勢この2つがどうしようもなく謎なのだ謎なんですよこれフランスから見たらね、うん、謎で仕方がない何でそんなに守らなくちゃいけないんだっていうことですよね、うん、まあ要は独立してるんですよタレントも独立してるしねそれから事務所も独立してるしテレビ局も独立してるねなので お互いにそれぞれ社会的問題が発生したら、それぞれ責任を持って自分で対処しなきゃいけないっていうことですよね。ところが日本の場合みんなね、繋がっちゃってるんですよ。<laughs> ねあ。みんな繋がっちゃって、あ松本さんをね、えー、ものすごい守らなくちゃいけないなんていうね、ことになっちゃってるわけですよね。吉本興業にしてもねあ。非常にね、謎なんですよ。これがね、海外から見れば。うん。ね。 うん、そしてね、えー、これフランスであれば、えー、松本人志さんは個人として賭けの敗退を潔く認め女性が被った精神的損害の補填について、えー、彼,女彼女と交渉するしかないだろうとと言ってるんですね。まあこれが何て言うかなあの人間社会として、まあ、普通じゃないですか、ねうん。つまり現代社会においてですよ。 まあこれ封建社会。ね、えー、もちろんこれがね江戸時代であるとかね室町時代であるとかそういう時代なら別ですけどもね。現代においては全くそうじゃないですか。ね、うん、松本人志さんは賭けに負けたんですよ。まあ、賭けに負けたっていうそ,のそんな綺麗な問題じゃなくて、ね綺麗な問題じゃないですよ、えー。その賭けもね、非常に不公平な賭けじゃないですか。100対1じゃないですか。ね だってアテンド芸人でね、後輩芸人を使って女性たちを呼んで、ね、そして、えー、ゲームと称してですね、最終的には好みの女性をね自分のが、自分が控えるベッドルームにですね、1対1になるように後輩芸人たちに言い含めているわけでしょ。そういうですね、女性のね、情能システムまで、えー、時間をかけて作り上げてきたわけですよ。ね、そして女性は、 その罠に落ちるがままじゃないですか、ねうんまあ、最初ね、この芸能界の大御所とね、えー、ちょっと食事すると、そういう機会をね、与えられてですよ。その大御所って誰かっていうのは最後までね、明かされない。そして最後になって、松本さんだ、松本さんだということでね。しかも、その前に、えー、ギリギリになってね、えー、実はホテルの部屋でね、 え飲もうとみんなで飲もうということになったというようなことを明かされてですよ。そして部屋に着いたら、じゃあ携帯電話募集。えっていうことになるじゃないですか。ね。うん。ね。そして、えー、出,てき出てきたのが誰かとなったら、その場で分かるのが松本人志さんだった。えっていうことになるじゃないですか。ね。うん。これ、罠じゃないですか、罠。そしてゲームをやってですよ。ね。 でもそのゲームの結果はもう分かってるわけですよ。この男性陣にとってはねえ。つまり松本さんの好みの女性、それが松本さんが控えるベッドルーム、こちらの方にね、行くようになってるわけですよ。そして女性がそこにね、えー、ベッドルームに、えー、押し込められたら、そこで松本さんがですね、この手を引っ張ってね、えそしてベッドに引きずり込んでね、ね、うん、ものすごく迫るわけじゃないですか。ね、興奮して。 そして手でとか口でとかね、うん、攻めてみたいなことをやるわけじゃないですか。ね。これは最も悪質な乱暴行為じゃないですか。これ賭けじゃないですよ。賭けといったって100対1の賭けですよ、これ。女性がね、1ですよ。松本さんが100。ね。女性がもう負けることはもう決まってるようなもんじゃないですか。ね。うん。そういうことですよ。ね。うん。うん。ね。 そしてね、福田さんはこういうふうにね、最後に書いてるんですよ。もし松本さんが事務所の全能性のもとで、つまりね、吉本興業はね、まあ非常にね、力があるということで、事務所の全能性のもとで、自らの行為について、自らが背負うかもしれない賭けのリスクすら控除に入れておらず、女性たちを自分に差し出された当然の貢ぎ物くらいにしか、 認識していないほど存在だったのだとすれば、それは芸能事務所という名の疑似家族の過保護のもとで、えー、醸成された救いがたい幼児性だと言わなければならない。というね、えー、まさにそういうね、ズバリと指摘してるんですね。でこのね、指摘はね、ズバリと当たってると思いますよ。ね。一応ね、福田さんはね、この家庭のね、 家庭系の結論なんだけども、まあ、結局これはですよ芸能事務所、ね、という名の疑事家族ですねまあこれはね、まあ、要するに例えばね松本さんって言ったら吉本興業の長男みたいなね感じじゃないですかねそしてその後輩たちはまあ弟みたいなもんじゃないですかねそういう疑事家族そして、えー、みんなでね えー、この家、つまり吉本興業を守らなければいけないみたいな、そういう意識がある。ね、議事家族、えー。そしてその中で、えー、松本さんが非常に保護されてきた。つまり社長もね、えー、この松本さんのマネージャー出身ということで、松本さんに対しては、えー、もう誰も物を言えない。そういうね、もとで、つまりこの家宝のもとでですね。そうすると、そのね、議事家族の家宝、家宝のもとで、 醸成されていくわけですよね意識がね、えー、醸し出されてくるわけですよ。どういうことかっていうとね、これはね、もう何をやってもいいんだと。自分は何をやっても許されるんだというね、これはね、えー、社会的な言葉で言えば、幼児性というんですよ。幼児性。ね、幼児っての、ね、は非常に幼い子っていう意味ですよね。うん、つまりね、ね社会にも生まれた、まあ、我々っていうかな。うん まあ人を好きますと見てるような、この良識的な方々とかね。まあ、我々ですね。それはね、もう、まあ、いわゆる大人ですよね。ということは、まあ、社会にも生まれていてもうき、もう嫌っていうほど気がついてるわけじゃないですか。つまり、自分が思ったようには、社会というものは動いてないんだ。つまり、ね、自分が思うように、すべてが思うように、あの、行動できるわけじゃないんだ。ね。あるとこでは、俺は、俺愛。 ね、また別のところではお礼あいいろんなところで譲歩しながらこれだけは自分はやりたいんだこれは許していただけるだろうというねうんそういう中でこう自分のこの何て言うかなやりたいこと社会的に許されるねやりたいことそれをですね、えー、一生懸命努力して磨いていってですね、えー、そしてだんだん認められていくと,いとかね、まあ、そういうことになるわけじゃないですかところが自分は何でも許されるんだ ね、何でも、うん、やりたいことはやりたい放題わがまま放題なんだというようなことですね女性に対してもねもう女性だもう誰でも彼でもねとにかく俺の手にかかればもうみんな落ちるんだみたいなねそういう感覚ですよこれは幼児性ですよそんなことをねあの感覚持ってる大人ってのはいないじゃないですかね、うん、ところがそういう感覚を松本さんが持っている これなぜかといえば、吉本興業というね、疑似家族の長男、そしてその家保護のもとでずっと育ってきた。そして、えー、醸成されたのが救い難い幼児性。ね、だと言わなければならない。これ見事な指摘だと思いますよ。ね。うん。というようなことでね、まあ、あのー、フランスから見ればですね、非常にこのね、あのー、吉本興業のね、 そそのの体質であるとか、それかれらそのタレント、つまり松本さんねその関係がねちょっとね理解できないそれから放送局それもね非常に忖度してるそれも理解できないねというようなことですねそしてその中でずっと、えー、育まれてきたっていうかな育ってきた松本さんこれは社会性が損なわれて異常な幼児性しかあ、ね、持っていないということですね うん、というようなことで、こういう事件をね、えー、何人も起こしてしまった。というようなことですね。まあ、それがね、非常に社会的な事件ですよね、これね。うん。とにかく女性がね、非常に傷ついているわけですからね、これはね。うん。ね、そういうことですよ、うん。そして日本においてはね、このとにかくミート運動っていうのは全然広がらない。ね、これなぜかというと、松本さんをね、擁護している僧の人たちのようなですね、 まあ何でもかんでもねとにかく女性が悪いね、えー、そういうところに行く女性が悪いというようなねもうそういうね本末転倒のことを言ってる未だにね、えー、江戸時代かね室町時代かね平安時代か分かりませんけどもそういう封建的な、ね、考え方から考え方から脱することができない、ねうん、というようなことですね。 うん、まあ、というようなことでね、えー、本日この回はですね、この松本事件ね、えー、ちょっとですね、えー、いつもとは違った角度からですね、まあ面白いね、このフランスのですね、えー、この松本事件に対する見方がね、紹介されていましたので、えー、それをね、紹介してみました。まあ、というようなことでね、本日この回はですね、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。